はい、皆さん、こんにちは。フリーズです。今回の動画では、あの、ペコフの UL624 を使って、アーリングネットワークを立ち上げて、そして、キーエンスとコネクスのアーリングセンサーを繋がって、アーリングのネットワークを立ち上げたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。で、今、右、右では、まあ、ちっちゃいなカメラがついてるんですけど、あの、これは今実際に接続してる状態になります。えっ、ー、と、まあ、ちょっとちっちゃいんだけど、一番左は、 あのカメラ、あの、イサケットのカプラで、トネは電源、そしては、次は、e、EA624、今回の主役ですね。そして、まあ、今回使ってないの CAN ーブンの,あのターミナルになります。で、こっちは、まあ、イサ、あの、ペップの IBC になります。えっと、まあ、ポート1とポート4は、今、アウリングセンサーとつながっている状態になります。まあ、少し注意点あるんですけど、まあ、アウリングセンサーはね、24モル v の E4V の電源が必要ですけど、この電源は必ず2エロ六二四の電源を使ってください。あの別電源使うと、あのこの 2L624 が、まあ、センサーもね、壊れる可能性もありますので、これだけはちょっと注意してください。では早速始めたいと思います。で、こちら今、あの、2ツインキャットの画面開いたんですけど、 ま、あ最初は、あの、ちょっとコンビネーションを作りたいと思います。で、IO でデバイス、ミケック、エットデバイス。そして、イーサケットマスター選んで。で、今は二つの、あの、インターフェースが選べるんですけど、なぜかというと、私の、あの IP、IPC、ペコアピジャーあの、IP や、ネットワークカード二つ持っているので、だから、まあ、IP が二つあるんですね。で、まずはテクトを選んで、そして、e、デバイス一選んで、 アタプターの方に今選んでるのアダプターがあの正しい画像でがあの本当にいざけたネタワークで構築したいマスターかどうかを確認することができますまあ要はどうやら私は告知じゃないのでじゃあここでサーチしてでここでイザケット2まあイザネット2を選んで OK そうするとまあ今回ねこう下の ポートの方が、あの、92の168の3の99ので、こっちのポートを使います。で、次は、あの、この上の、この,この子たち、ね、この子たちをちスキャンとしていきたいと思います。で、やることは右クリックして、スキャン。で、yes で、まあ、まあ、特殊も見つかって、イエス。まあ、これをディテクトで OK して、今はちょっとす、まあ、周りのモジュールをスキャンとしていきます。 まあもちろん、あの、ペコプさんの本物は多分ほぼ全部スキャンドできるんですけど、まあ例えば他社のものだったら、あの、スキャンできない場合もありますので、その場合ちょっと自分でね、周到を入れる必要があります。まあ大体ね、まあ3、40秒かかるかな。はい。じゃあ、もうできました。ですね。はい。もうできました。今もうスキャンドしました。で、これ 2K1101。 1>, 1はまあさっきね、あのイーサケットの頭の、まあ、タメカバラですね。中には EL624 とあのタミナ3番目の EL6751 です。まあ、今回使うのは EL624 だけなので、これを展開すると、まあ、今、R、アウリングポート1とポート4のデータも入ってるですね。さっきもいたんですけど、ポート1はキエンスのセンサーをつながってて、ポート4はコネクスのセンサーをつながっています。 まあ実際にちょっとテストするときに、もう、キーエンスとコネクスの,の RDD ファイルもインストールされたので、だから、自動的に検出するときには自動的にこれを全部見えるんですけど、実際に開くと、ディスタンスですね。例えば、これ4番目のポールを開くと、コネクスの,の r デ d ファイルに沿って、こういうデータありますよとは全部揃えてくるんですね。 じゃあ実際に設定すればどうすればいいんだろうと今からやってみたいと思います。まずたまに EL6224 をクリックして今は EL624 の画面に入りました。で次は i o リン n をクリックします。これは各ポートの設定のあの画面ですけどで今一回手動でやりたいのでちょっと消します。右クリックディリット。右クリックディリット。 じゃあこれ全部消しました。じゃ次は手動で作りたいと思います。今度じゃあ右クレック、クリーデバイスを選んで、それでベンダーネーム、k y n、c、e n c e k エンス入れてみようかな。じゃあ次はデバイスネームはまあデバイス1でいいかな。デバイス1。で、ベンダー ID ももう000で000でいいと思いますので。 で、プロセスデータリングは、これはまあちょっとアウリングの、使っているアウリングのデバイスの,あのデーシードに見て、制定する,する場合あるんですけど、私も分かったので、推薦は2倍のデータがあります。じゃ16ビットですね。で、16, 16を入れて、それで1.1をサポートします。で、それで OK します。 はい、それで、まあで、デバイス1が追加されました。で、右クリック、セッティングすると、あの、まあ、この、アイデバイスの細かい設定はできるんですけど、えー、っと、まあ、やるのは、この、スタートアップチェックを外していただければ OK です。なぜかというと、まあ、さっきは、じゃウェンダーリードデバイスっも適当でやっただけなので、だから、ま、立ち上げるときはチ、チェックしないようにします。 で、この方法、なぜこの方法はさざわざ紹介するかというと、まあ本来だったらね、ここで直接ドロップ、ドロップでもいいんですけど、で、あの、実際にアウメーカーからダウンした ID d ファイルは使えない場合もありますので、そういう場合はちゃんと自分の手で作って、あの、作って、あの、通信しないといけない場合もあります。なので、今一番、あの、ちょっと難しい方法を、あの、手動でやる方法を紹介していきます。 で、デバイス4、ポート4も同じことをやります。右クリック。クリエイティデバイス。まあ、ウェンダーネームをコ o n クス、co, n, t, r, i, n, e, x, 2e, n, e, x。で、デバイスネームを、まあ、適当でデバイス4にします。はい、次は、ウェンダー ID は、まあ、000でいいので、こっちも000でいいです。 で、こちらは実際のデータシートに確認する必要あるんですけど、まあ分かったので3 2ビットあって、青で1バイトあります。で、ミニマムの中心周期は8ミ i n i s で1.1で OK。で、同じよく右クリックセッティングして、これをチェックボックスを外しておけば大丈夫です。さこれも設定終わりました。次は POC を追加していきたいと思います。POC 右クリック、えっと New Device スタンダード PLC プロジェクト選んで OK。はい、じゃあ次はライブラリを入れます。で、何でライブラリかと言うと、ち、ま、ょ、あ、うど前記事でもうプログラムを作ったので、これを今ちょっと紹介するのは、ライブ自分が作ったプログラムをそのままライブラリ化して、そのまま s i n g e トプロジェクトを入れれば、まずは毎回もあのプログラムしなくてもいいし、前の行動もそのまま再利用することもできます。 なので今このライブラリマネージャーの画面入りましたね。で、a d d l i b r a r y a d v a n c e l i b r a r y w i t h p l a t でインストールするとえっ、ー、と、まあさっき私うと、m y l i b r 選んでで、次は0.2を選んで、エレンギありましたね。で、Close で、ここの中にマイライブ r a r y 0 2なので、これ選んだ状態で OK。 すると、はい。じゃあ今マイイ、マイライブラマイライブラリ0.2が入れましたね。で、こうすると、まあ、このままライブラリを使うことができます。中で入ると、えー、っと、多分これ結果しないかな。で、まあ、私作った、まあ、私作ったのファンクションブロックだけですけど、まあ、e、E6224 のファンクションブロックとか、あと、キエンスとコネクスのセンサーのファンクションブロックとか、 あと、この必要なデアタイプとかも作っています。はい、じゃこの状態でクローズします。次はプログラムを作ります。で、メインの方に開いて、で、その前にまず自動輸入力できるようにしないと、スインケット、PLC エレメント、あとはスマートコーティング、リスコメント、これですね。取れ,れると自動的にいろいろ助けてくれます。 最初は、えっ、ー、と、el6224 のファンクションブロック欲しいですね。えっ、ー、と、mylibrary ですね。さっき私入れたのは mylibrary なので、mylibrary.el6224。el6224。EL? EL fp ですね。fp, e l 6 2 4ース s で、ok です。で、ポートが1の4があるので、ポート1。ポート1は、えっ、ー、と、mylibrary.fp。これ、キエンスのセンサーとなるので、この lrtb 義腺を使います。次はポート4もありますよね。ポート4は、m y l i b r a r y FP、FP なんだっけ ?FP、えっ、ー、と、IDW かなそうですね。はい。じゃあ、これで定義 OK です。次はデータが欲しいんですね。AR。これを、コネクスのセンサー AR のアラーム出力。1、2、あとは3、あとは OSS1、OSS2、次は TSS。 これはブータイプです。オッケー、オッケーですね。放送して、次は distance、ディアエスティーエンシーこれはキーニンスのセンサーのあの距離ですね。測てる。あとは measurement value、ネ、e e、ムディ、ネムデーエーエスユアイ、value。あとはスケ a リング g value ありますよね。スケあのコンネックスセンサーには value。これは三つもインチ、十六ピットの。はい、これが放送します。 じゃ、これでオッケーです。次は本当にカナプロム組めばいいので、まあ、ましまにしてください。ライブラリは、一応、あの、動画の最後に、あの、ダウンロードリングも載ってますので、それをダウンロードして、チームライブラリを入れ込んだら同じことができます。まあ、ポート1、ドット、iPortOK、OK、は、まあ、ポート OK かどうかはチェックしないといけないんですけど、E6224、ドット、1番目のポートが大丈夫か。 ポート 4. ポート .iPort OK は46224の、あっち間違った224の4番目のポートが OK だとかどうかで、あの次はポー,トいやポートが大丈夫かどうかをチェックしたので次はこのポートのデータをアップデートします で、4番目も同じようにをアップデートします。ちょっと待ってくださいね、OK。はい、この状態で OK ですね。はい、じゃあ次はディスタンスを取りたいと思います。あの、起源センサーですね。起源センサーのディスタンスを取りたいんだけど、デ d i s t a n c e はボード1ドット。 ディステンスをすれば取り大丈夫です。で、次はメーショウェルを取りたいですよね。メーシュウェル、ポート4、あの、コネックセンサーの MEASURE、e、はポート 4.row のメーションウェル。で、スケーリングウェルも欲しいですよね。ポート四 p r l o, r o p s c a l i n g value はい、これオッケーで、次はまあ、アラームとかえっ、ー、と、ポート 4.alarm12 はえっ、ー、と、ポート 4.pr.alarm2 まあ、同じようにね、あの、ここはもう詳しく書かないですけど、例えばえっ、ー、と、OSS1 やったらポート4の ポート、あの、プロの、えっ、ー、と、OSS1 とか。で、まあ、最後もう一個、TSS やりましょうか。TSS は、えっ、ー、と、ポート4の、ポートの TSS になります。OK。 はい。これで OK。保存して。で、これまだ、あの、毎晩あるんですけど、ビュードで、ビューシソリューションして、一回プロジェクトをコンパルート、エラーがある方はチェックします。ま,あ、まだね、2個リングも繋がたいので、もちろん、あの、変数繋げませんよ、という、あの、メッセージが来ます。でも大丈夫ですね。で、アウプットもエラーがないです。で、次は、 えっと、いくつを接触しなきゃいけないデータなんですけど、例えば、こちらですね。このステータスは使えます。これは今のあのアイオリングの各ポートのア o リング赤ポートの状態をあの調べることができます。なので、これを選んで、右クリック、Change ディ l t i l で、ここを、これを選べばいいですね。これはアレイの4つの、あ,あの、 usint, unside short i n t e g の配列をセットしますので、これそのまま選べば一気に全部セットできます。違う、ポート1のデータもそうですけど、右クリックして、ポート1を選んで、違うポート4も右クリック、ポート4はインプット、アウトプットも同じの加とをやります。はい、それで OK です。 えっと、実際やるのはあんまり難しいことをやってないんですけど、例えば、この E4 ベースとかだったら、まあ、本当に、えー、っと、このように4つを定義して、この中に比べて、あの、この今現在地が、の状態によって、今、ポート OK かとかを返します。それだけですね。あと、これもまあ実際にデータを あの4バイトのデータをちょっとくり切り分けて、どれ、何かはマイシャルワリューとか、何かスケーリングワリューとか、アラーム G は、えっ、ー、と、どのビットとかを切り分けるだけです。じゃあ、最後は、ちょっとコンビニションを頼むします。Yes。じゃあ、ちょっと、 止まってる状態で、まあこれはちょっと無視していいので、OK。で、今はログインして、プレイ。はい。で、あちょっと見づらいかな。えー、っと、見づらいかもしれないですけど、今はまあポート1のポート4も OK な状態になっていて、なディステンス、今はこう履く、キエスの選択を履なんですけど、ちょっと待ってくださいね。 このようにね、例えば手が前だったらもうすごいもうランニムスキャンできない状態ですけど、例えば壁の方に向かったら、1900mm とか、こっちだったら、まあ大体 400mm とかを、あの、見ることができます。で、次はコネクスのセンサーですけど、じゃあちょっとタッチしてみます。 まあ、ただ、筋素をさって、今、距離は0から1、63、83までスケーリングする、あの、の値があるというイメージですね。まあ、あと、アラーム1、アラーム二とか、まあ、ある状態になります。まあ、ちょっと簡単な、あの、障害ですけど、えっと、今回は、まあ、i o l i n の、まあ、ペコフの i o リングマスター t e r EL624 の使い方。あと、実際、ライブラリーを導入すると、ライブラリーコンセプトを導入すると、色エロップルームを作る。 ことも楽ということもちょっと一応紹介したいしましたじゃあ今日もわざわざ最後まで見てくださってありがとうございますじゃあまた今度でお疲れ様です